どうも皆さん、トロールコースというものをご存知でしょうか。まあ一言で言うならば、謎解き鬼畜ボコスカやりに来るひねくれたコースですね。やっぱ今んとこカットしていい。どうも、ピヨキングです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。今日もトロールコース、マリオズトリップトゥトローリーモーリーということで、魚に騙されまくるマリオの旅行ということでしょうか。ってことは今日の敵は魚っていうことになるんだろうね。いや、魚か。魚をトロールコース使ってくる人って大体性格が悪いんだよな。いや、全くそんなことないからね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.14% で、最近さ、僕の動画って結構長くない？僕的にはさ、12、3分で収めたいところなんだけど、なんでか18分とか20分とかなっちゃうんだよな。いや、絶対無理じゃん、こんなの。誰がこんな初見殺し回避できるのよ。開幕派だー。なんか今日は初見殺しがたくさんありそうなトロールコースのような気がするな。いや、全然いいよ。カマンカマンだね。僕は初見殺し大好きだよ。だから僕をもっと痛みつけてくれ。こんなこと言うから僕はド M って言われんだよ。僕どっちかって言ったらド S だからね。決めた。今日は絶叫なんてしない。たまに言われるんだよな、ピヨキングさんっていつもやられた時同じような言葉出てますけど、もうちょっとレパートリー増やした方がいいと思うんですよみたいな。いや、わかるわかるよ。だからその言葉を真摯に受け止めて。わはなんかすげえテンションの高いゴリラがいたね。いや、正直に言おう、僕の動画なんてワとかギャとか魚とかパンパカパンとかハナとか魚とかパンパカパンとかだけでできてるからね。それを取ってしまうと僕のアイデンティティがなくなるって。あっ、魚ー。やべえやべえ、また魚って出てしまったね。分かった分かった。じゃあ今日さ、魚とか禁止ね。魚とかハナ禁止。いつもと違うワードを絶叫しながらやってみるわ。絶叫するんかい。結局絶叫なんじゃねえか。いや、いけるかな。それによって新しいワードが生まれてくるかもしれないね。で、レパートリー増えましたね、ピヨキングさんみたいな。ここ何もしないでよかった。あ、何もしないでよかったんだね。そしてこのメットはどういう意味があるんだろう。え、右下の土管入れんくないこれ。あぶねえ。そう簡単にはいかないよ、僕を倒そうったって。この生ゴミがこの生ゴミだって。よく出たな、自分を褒めてやりたい。なんか来てるなんか来てる。危ないね、金魚ちゃんよ。僕はここの、あ、ピンコインコースなんだ。え、どっから行こう。上は魚が出てくる。この左の土管はいけないってことから、じゃあ右下のドアから行こう。右下のドア入れんやんか。ここ上からも行けないよ。じゃあ左下の土管しか行くところがないから、この土管行くね。右下も行けないのか。あそこ花ちゃんが出てきたね。え、ここで、あ、こっから開始っていうことね。5個のピンコインコースが。じゃあ左上のドアから行きたいと思います。何が来る？急に何が来るんだろう、分かってんだー。いや、正直なこと言っていい？僕今頭フル回転状態だよ。あのキャラが来たらなんて言おうかなみたいな。もうそんなこと考えながらトロールコースなんてやってったらさ、頭バグるぜマジで。じゃあここはオープンを叩く必要がある。キノコちゃまが出てきましたけど、あのキノコちゃま全然取れるんじゃないんですか。このタイミング、オッケーオッケー。全然爪が甘いね、制作者さんよ。そして右下ピンコインがあるけど、あそこ絶対取ったら入れられるような気がするんだよな。閉じ込められるっていうか。でもそんなことで臆しちゃいけない。僕は取りたいと思います。マリオの玉ゲット。いや、普通に取らせてくれるんだね。じゃあ取った瞬間左行けっていう感じかな。そしてこの土管に入らららあいつ今トゲピーが出てきてたよ。さあここで中間ポイントゲットからのまた戻れっていう感じか。次は右上の土管に行こうか。今左上に骨が出てきたね。いや、ごめん、骨じゃないで、生ゴミが出てきた。生ゴミって言い方良くない？てっちゃん。いや、てっちゃんはちょっと無理がありすぎてないかな。じゃあてっちゃんをかわしていく。で、ここで上のキノコを取れっていう感じね。ちょっと待って待って、危ない危ない。そしてここの右に行って、あ、これ入っていいのかな。一旦入ってってみる。右が正解っぽいんだけど、こっち、あ、え、合ってる。こんな早くで終わりでいいの。え、右上相当簡単だったね。ちょっと待ってね、右すげえ気になんない。あっちの土管の方何があるかさ。一旦このフラワーを取ってこの土管に入ってみる。土管に入れませんね。あ、でもさ、上に隠しブロックもない。え、じゃあこの状態でもよかったってこと。あ、全然いけるじゃん。え、なにここボーナスステージだね。じゃあ次は左下の土管行きたいなと思ったけど、左下の土管は緑で1個しかないのか。なんかあれ最後に取っておきたくない。ということで右下の赤い土管に入っていこうか。まず何もしない。
はい、はい、はい、分かってない、分かってない、たまたまだよ。そしてここは上に行けばいいのかな。あぶねえ、これ下から出してたらブラックパッパンパンが邪魔してたって人だよ。邪魔だ、どけー。あのさ、僕よくブラックパックンのことをブラックパッパンパンって噛むんだけど、すごいダサいで嫌なんだよな。もうちょっとかっこいい髪型ないの、ブラックパックンでさ、ブラックバッキュンみたいな。いや、ダセーやろ。何がかっこいいんだ、今の。じゃあ、ここは右にジャンプして、渡っていく。算数の構えな。意外と出てくるもんだな、言葉って。無理やり必死に絞り出したらさ。危ない危ない。降りて、右ダッシュ。降りて、右ダッシュ。でも、一旦さ、ここ隠しブロックあったんだ。ウコで最近ベッド見てきたよ。どうでもいい、そんなことは。ベッドを買う金があるなら、穴の開いたパンツを早く買えろ。いやさ、穴の開いたパンツって意外とさ、興味湧かない。興味とか湧くわけねえだろ。何を言ってんだ。じゃあここはピンコインを取って土管に入っていく。土管じゃない、ドアね。もうめちゃくちゃだな今日。次はどこだったっけ。あー、この土管か。あれ、真ん中行ったっけ。今右下行ったような気がする。ここ行ったかどうか覚えてない。もうパンツの話で夢中でさ、行ってないね。何もしない。穴を放つぞ。ここはすぐ右ダッシュしなきゃいけないってことか。そしてここでオンオフは今丸々出てきたね。この丸々がさ、オンオフを押させようとしてたんじゃない。いや絶対そうだよ。何もしなかったら大丈夫みたいな。でも一旦引っかかってやるか気になるからさ。何も来るな、頼む。これで正解で当てて。何も来るなよ絶対に。なんだお前は。右の四角がすごく怪しい。絶対罠だと思うんだけど、叩きたくなるんだよな。叩いていいかな。あらよっと。あらよっとじゃねえんだよ。じゃあここはもう右ダッシュで行くよ。右ダッシュしてこのピンコインを取っていく。さあ、この緑の土管に入っていって、あの赤の土管もすごい気になるで。え、これさっきの場所じゃない。え、何もしないでいいのかな。そしてすぐこのドアに入っていく。ドアじゃない、土管ね。でここで中間ポイントゲットっていう感じか。さあ、ラストの土管に来たね。この土管でピンコインを取ったらもうゴールができればいいんですけど、それは否かどうか。今日はギリギリセーフでしょ。まあ感じは一緒なんだけどね。じゃあ左に逃げていく。やめろー。右か、右でいいのか。そして右のクリームを下放題乗ってるじゃん。絶対移動すると思う。普通右行くって思ってるよね。僕はあえて左にかけたいと思います。うわー、分かってしまえば、こんなの余裕ってもんさ。あらよっと。いや違うんだって。僕はあらヨットっていうワードを出したら何か変なことが起きるのかもしれない。そしてここでピンコインを取って。危ないね。危ない。ここでピンスイッチを踏んでここに入っていく。よしよしよし。え、何今の村場三兄弟。え、これでゴールさせてくれんのかな。本当にゴールさせてくれる。お願いします神様。目の前にゴールがあって。あるね、ゴールが。え、いけるのかなこれは。下は何、大量のパウがあるけど発動とかしないよね。絶対にゴールさせてくれるよね。やったパウ発動しろ。パウ発動して毒沼に落ちたかったよちょっとは。まあまあ無事ゴールできたということで、どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ積み木ということで、説明文にはね、積み上げるだけって書いてるんだけど、サムネを見る感じじゃおそらく USA 記録を取ってパウブロックを4つ重ねてゴールできるっていうことだと思うんですよ。いや、こういうミニゲーム要素の一発マリオっていいね。ただそんだけなのに結構難しいんだよな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.52%。 いや、パウブロックを重ねるだけなのにこんなにクリア率が低いのってちょっと謎だよな。なんかからくりがあるんだよきっと。で、ゴール条件が1回もダメージを受けないでゴールね。とりあえず重ねてってみようか。え、重ねられないの。いや、ぶっ壊れるんだけどパウが。え、どうしよう。え、これどうやって置くことができるんだろう。やっぱ壊れちゃうよな。右のバネ、このパネにちょっと当ててみる。これ怪しいよね。じゃあ一番左のパウがあるじゃん。このパウを投げてバネに当ててみるわ。それで重なる。あ、重なるね。なるほどね、こうやっていくのか。そしてこっからどうやって重ねれるんだろう。ヘディング、もうヘディング以外なくない。こうやっていけみたいな。あ、なんかいけそうだね。たださ、4つ目がどうやって重ねるかわかんないんだよな。これちょっと時間かかりそう。ごめんね、あんまり時間かかりそうだったら早送りするわ多分。じゃあここでヘディング。いや、乗ってくっそ、これなかなか難しいよ。ここか、もういけそうな気がする。あと1回だけチャンスちょうだい。あと1回でいけなかったら早送りするわ。
悔しい。いやこれ意地でも行きたい。え、これ行けないの？なんか行けそうで行けないんだよな。これジャンプしたら絶対パワーブロック壊れるでしょ。ちょっとジャンプしてみていいかな。あーやっぱダメか。ジャンプでこうやってシューってこのパワーブロックの上に乗ると思ったらダメなんだね。いやこれ3つ目からがマジでむずい。一番最初は楽なんだよな。一番左のパワーブロック投げればいいだけだからさ、こっから動かしたらダメでしょ。でここは絶対これで合ってると思うんだよな。ほらなんか乗りそうじゃん。でもジャンプしたらダメみたいな。いやこれもう何回も同じ場面見せてしまうから早くやってみて。いうかこれ4つ重ねる必要あんの？一旦ジャンプしていい？あ、なんか3つでいけそう。ってことはこれを重ねればいける？最後のこれほんとむずけ。あ、ポンちゃまー、これさ以前にも似たようなコースしたじゃん。バネを大量に重ねるみたいな。あっちの方がめちゃめちゃ鬼畜だったね。まあこれまだクリアしてない。何やってんのさっきから。これ分かったかもしんない。一番左のパワーブロックがあるじゃん。このパワーブロックを投げたら一番左のパワーブロックが余ると思うんだよね。そしてこの右のパワーブロックの上からヘディングして2段目3段目と乗せるみたいな。これ以外にも行き方がないんだよな。なんか行けそうな気がしない。だってこれで、うわ無理かな。絶対これだと思う。こうじゃないとさもう届かないもん3段目に。やった来た。これで行けるかな、この大ジャンプで。いやもうちょっと右か、当たったらおしまいだからな。オッケーオッケー、やっとクリアできた。どうもありがとうございます。いやゴールしてねえんだよ。これめちゃめちゃおもろいね。マジでナイスアイディアだと思う。どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。